ありがとう、これって拙者の友達だみん、仲良くしてやってくれみん。友達を人にあげるな。え、またあの距離乗らんといかん感じ？めっちゃめんどくさいけど。妖怪が来そう。ズルズルズル。風かもやった。風かもやった。へへ、面白そうな人間発見。ゲゲ、何ですかね、一体。ちょうど退屈してたんだよね。暇つぶしに付き合ってもらうよ。似たような鳥系妖怪がいるな。え、ズルズルズルも妖怪ウォッチやったよね。戦いましょう。え、横の二人は誰？力持ち？力持ち、そんなキャラおったっけ？いまいちちょっとキャラ名がよくわからんくなってきたな。ああ、微妙に合ってない。百裂肉球。よしよし。イエーイ。技一発。この電車内での戦闘では友達にはならんって決まっとんかな。そういうわけではない。今日はこの辺にしとこうか。まあまあ楽しめたよ。それじゃ。あんなに鼻水で取ってしんどくないんかな。めっちゃ鼻詰まってそう。いやー、災難でしたね。中にはああいった困った妖怪もいるので気をつけましょうね。各駅は喋ってくれたりイベントがあったりするんやけどね。快速もそれでいいよ。間もなく。だって結局なんかちょっと時間かかりよるし。そのゲームのシステム的に。ウィスパーの持ってる妖怪パッドってさ、妖怪の世界では最新型なんでしょ？よくぞ聞いてくれました。これは妖怪銀座のヨップルストアに発売日の前日から並び、ようやく手に入れた超超最新マシンなんですよ。最高の施設たるもの、常に最新のマシンを使わないといけませんからね。最新の妖怪パッドは何がいいの？え？それは、いやまあいつも思うけど、どんどんさ、なんかタブレットも、スマホ、iPhone とかも新作出てくるし、新機能みたいなのもついてくるんやけど、結局同じ機能しか使いこなせてないっていうね、ほぼ。あ、焦り出した。まあ、いわゆる触り心地がいいとか、とにかく非常にスベスベしてますね。この上で寝たいぐらいの。全然使いこなせてないじゃん。そうね、私も使いこなせんけん。あ、別に、最新ではなくていい。ちゃんと、あ、おりません。ちゃんと最新の OS とかね、その辺に対応しとって、きっちり使えるやつならば何でもいいです。って感じ。ゲームアプリが楽しめればそれで、私は。なんか今大仏みたいなのおった？今のおさらぎは、その大仏がおるところ？また来たよ、セミマル。アイナちゃん。あ、セミマル、どうしたの？知り合いのセミマルか。拙者、この夏の思い出作りに電車に乗ってみたんだみん。へえ、そうなんだ。電車はなかなか面白みん。ずっと乗っていたいぐらいだみん。でもそういうわけにもいかないみん。そろそろ土に帰って、セミの真似をする時間だみん。真似。セミマルってセミじゃないんだね。そうだ、お土産にこれをやるみん。ってことはセミマルは地上に出てきて1週間でお亡くなりになるわけではないんや。お？日暮らしを手に入れた。あ、ありがとう。これって拙者の友達だみん。仲良くしてやってくれみん。友達を人にあげるな。うん、友達はセミなんだ。それではさらばだみん。セミマルはセミじゃなくてセミに憧れてる妖怪なのか。もうあの大きさのセミ嫌だな。間もなく。そこ一番最後の毛元に行くときには何の会話もないんや。やっと帰ってきたよ毛元。ここからまたさらにバスか。え、バス使ったっけ。ふう、
やっと熊本に戻ってきたよ。で、熊本からの？え、熊本からどうするんでした？あ、そっかそっかそっか、時代を超えるんや。この時代じゃなかったわ。普通になんか獣本村田舎やけんさ、なんかちょっと古っぽい感じの雰囲気やん。普通にこの時代やと思ってしまった。過去にワープします。未来とかにはいけんのかな。ふう、戻ってきたぜ、過去の獣本。そっかそっか、なんでいけんのかと思った。こっちから来てなかったっけって思ったけど、時代が違ったんすね。あれ待って、ここからどこに行けばいいんだ。あ、ここから駅か。あ、いやね、汽車には乗った気がする。そっか、ここは一日乗車券適用されんだよね、現代じゃないけん。また300円が出ていくのか、貴重なお金が。汽車っていいよね。なんかテンション上がらん？だってこっち普通にさ、坊ちゃん列車とか走り寄るけど、それでも普通に走り寄ってもやっぱテンション上がるもんね、見かけた時。どこに、何かと思った、夜になった。ね、この時代にもさ、あれ鬼時間とか発生する？めっちゃ嫌なんやけど。時代を超えての鬼時間。あれ何？おーっと？導き！ちち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 。何が出るかな？あのおじいさん、昼間とかに見かけたときは何もないけど。おいー。なんか時間帯指定のクエストってことか。よし、行くよ。あれはジミーの声かな。行け、突っ張りメンチ。よしよし、あ、普通の攻撃強いな。めっちゃ強くない？妖怪が飛び出してくるだけで、その後にいいアイテムがとかいうわけでもないんや。もしかしたらあれかな、妖術大百科かなんか、あれがいいアイテムなんかな。で、ちょっとさっきのおじいさんや。最近の若いもんはヒョロヒョロじゃの。わしの若い頃はこう、もっとなんだか長くなりそうな予感。くどくど、うだうだ、あだこうだ。はい。くどくど、ぐだぐだ、あれやこれ。はい。妖怪の類ですら、この腕力でねじ伏せとったんじゃろ。はい。で、え？なんじゃい？妖怪なんぞ、そこいらにおるぞ。もしかして、この、ウィスパーも見えてる？意外や意外。このおじいさん、見える人だったんですね。お前さんもわしを見習って、コエンラを4匹倒してくるんじゃ。え？公園、まあ、とりあえず受けるは受けとこう。おうおう、いい心がけじゃ。公園らを4匹じゃぞ。若いもんは男も女も多少やんちゃな方がモテるもんじゃ。わしみたくなりたくば遠慮はいらん。一発かましてこい。武闘派じいさん。やんちゃな女の子もモテるか？ちょっとわからんな。小学生ぐらいならモテるかもしれんけど。まあ、やんちゃっていうか、なんか天真爛漫な感じは確かにウケそう。ウケそうてかモテそう。で、待って、時計屋さんに。え、調子堂開いとるよね。開いてない。ちょ、時間経過がいる。え、ってことは時間経過がいるということは、念といかんやん。え、念といかんってことは、
え、おばあちゃん家に戻らんといかんのやねん。え、待って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 、え、この時代、この時代におばあちゃん家ねえわ。え、待って、あれ、時代越えておばあちゃん家に帰って一旦ねんといかんってこと？めっちゃめんどくせえやん。とりあえず一旦寝て、朝になったら、はい、朝まで寝ます。朝になったらとりあえず一旦終わりますか。妖怪たちの HP と陽気ゲージが全回復した。一日乗車券の有効期限も過ぎた。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。あれやね、これからちょっと徐々にその雲外鏡もの解放していかんと移動にめっちゃ時間がかかる。それね。